ラフリー食堂のオーナーの中田です。この店を経営させてもらっても2年近くになります。リーズナブルで落ち着きのあるお店を目指しています。マグロ定食と、ミックスフライが当店ではおすすめです。米油を使っているので値上げがしにくく、すごいコレステロールを抑えられる。フラクリ食堂の営業時間は、朝10時から2時半ラストオーダーの3時閉店です。夜の部が、5時オープンの20時半閉店です。何時頃だったらゆっくり食べれます？お昼混むんですよね。お昼混みますね。だいたいそうですね、1時以降ぐらいやったら、お昼やったら1時以降だったら普通に座れる。そうですね、はい、うん、思います、はい、ありがとうございました。フラクリ町にお越しの際は、当店にお立ち寄りください。